殿方の間からお一方を選ぶため王様が下された宝探しの期限の日でございます。魔女なのね。指輪をこすれば三つまで願いが叶う。姫を我が妻に。これでこそ姫君である。自分の心なのに思う通りに動かない。すごい魔法が詰まってるのよ、人の心には。そしてそれは未来へ向けることだって。アリーテ姫、心の力を見つけ出した少女の物語。